伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。クラシックディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップターフ、まずまず揃って飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。赤手南号先頭、それからストラテジックチョイス、今日も勝利をつかむか、チャウチャウチャウとレムーロ騎手、それからもう一頭ウィズアンティシペーション、そして5番手にエルグランセニョール、4番レインドリーム、外を通りましてドルニア、8番フリークダンス、チーフェアハートがその後ろ、シークレットシップはこの辺り、そして外からはサンクラシーク、しんがりから3番スパークルプリムラ。もう一度整理しましょうか。7番赤手マンゴーがレースを引っ張るようになりました。ちょっと離されましてストラテジックチョイス、 G1 を勝ってさらに貫禄を増したチャウチャウチャウ、ウィズアンティシペーションはそのうちにいます。5番エルグランセニョール、それから4番レインドリーム、これと一緒にドルニア、そしてその後ろからグリークダンス、チーフベアハート、10番グランプリホース、シークレットシップでやります。外から1頭サンクラシーク、3番黒い馬体、スパークルプリムラ。流れるようにレースが展開されています。先頭は依然として赤手南号、この辺りちょっと離れているストラテジックチョイス、注目のチャウチャウチャウ、語り継ぎたい強さがこの馬にはあります。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。チャウチャウチャウは3番手といったあたり、依然先頭赤手南号、ちょっと差がある、まだ先頭赤手南号、3番手にチャウチャウチャウ、先頭赤手南号、シークレットシップは内の方から差を詰めてくる、ここから届くのかどうか、ピンクの帽子チャウチャウチャウ先頭だ、シークレットシップ抜群の手応え、シークレットシップが2番手1着、12番チャウチャウチャウ、ワールドブリーダーズカップ3勝目、獲得賞金は2万枚突破、獲得賞金は2万枚突破。